こんばんは、サブイボラジオです。今日はですね、1994年の4月に起こった井の頭公園バラバラ殺人事件という事件についてお話します。この事件は当時35歳の男性が何者かによってですね、東京の井の頭公園の近くで殺されて、でその後遺体をバラバラにされて、この公園の、ゴミ箱に捨てられた状態で、発見されたと、いう事件です。で1994年に起こって2009年に、時効が成立している未解決事件でもあります。で、事件がどのようにして起こったかっていうと、あの吉祥寺にあるこの井の頭公園ですよね、あの三鷹とか、武蔵野市にこうまたがってるんでしたっけ、あのカップルでこうボートに乗ったりとか、あのスワンボートって歯の白鳥 の, あの足でこうボートに乗ったりするあの井の頭公園ですよね。で、1994年の4月の23日の午前中に、あのお掃除をしてた女性が公園のゴミ箱の中にポリ袋に入った人間の足首が捨てられているのを見つけました。で警察が来ました。で公園を捜索したら、7箇所のゴミ箱から合計で27個の、手足とか胴体とかが切断されたものが、発見されたということなんです。でこのバラバラにされた遺体というのがとても特徴的で、これが今回のポイントの一つ目なんですけども、普通バラバラ殺人というのは人の、肩とか肘とか手首とか足首とか太ももの付け根とか、そういう関節部分で人間の体を切断してバラバラにして持ち運びをしやすくして、捨てるということが行われるんですが、この井の頭公園バラバラ殺人事件はかなり特徴的でですね、この被害者の遺体を、長さ22センチに切り揃えるような形で合計27個に切断していたということです。で、長さで、あと太さですね、もう、大体均等に切ってたと。でそのためにですね、この皮膚を削いだりして長さを調節していたということなんですね。でなんでそんなことしてたかというと、この井の頭公園のゴミ箱は、いわゆる上からボンボン捨てれる ああいうタイプのゴミ箱ではなく、箱のようなものに、丸い穴が開いてて、そこにゴミを捨てていくという。でこの、ゴミ箱についてる穴の直径が22センチかなぐらいで、そこに入るように、遺体が切り揃えられていたと、いうことなんですね。でさらに指紋、手足の指紋は全て、削がれて、切り取られていたということなんです。で、ポイントの2つ目は、これだけの作業を、丸1日ぐらいで行っているということなんですね。でさらに遺体はですね、全て血抜きがされてまして、おそらく、お風呂場なのか、大きな台所みたいなところ、水を張ったところにですね、この遺体を切った後に入れて、で、体の中から血を出していく、血管から血を出していくというような作業が行われていました。全ての遺体27個に切り分けられたバラバラの遺体に対してですね。で、ビニール袋を二重に入れて、それぞれのゴミ箱に捨てられたということなんですが、この被害者の男性は、実は建築士の方で、22日に、お友達と、ご飯食べたりとか飲んだりとかしてたんですね。で、そのまま家に帰ろうとして、で、駅の近くで、男性2人に殴られているような目撃情報があります。で遺体が見つかったのはその丸1日後の23日の
午前中ですね。だからこのほんまに丸1日ぐらいで遺体をすべてですね、この22センチ以内に切り分けて血抜きを全部して、でビニール袋にきれいに入れて、それをわざわざ井の頭公園に持ってきてゴミ箱7つに入れたということなんです。さらに指紋も全部取ってなんですけどね。でポイントの3はですね、なんでそんなことすんのっていう話なんですよね。で、まあ、実はですね、この事件は未解決事件なので結局犯人は特定されていませんし、まあ、動機も解明されていません。で例えばですね、この遺体を司法解剖したのが、まあ、とある大学の、まあ、法医学の先生です。なんか杏林大学という大学なんですかね。でその先生は、まあ、見せしめだったんじゃないかというふうに言っています。っていうのも、おそらくですね、この遺体を22センチに切り分けるというのは、まあ、ノコギリみたいなものを使ったとしても、まあ、かなり時間かかるし力もかかる。なのでこれを一人でやるのは大変と、まあ、2人ぐらいかかって切らないと難しいと、さらに血抜きの処理をするっていうのはさらにもう一人で、だから最低3人ぐらいが、まあ、この作業、遺体の解体の作業に当たらないと、これぐらいの時間では、まあ、いわゆる丸1日ですね、遺体は解体できないんじゃないか、さらに血抜きをして指紋を切り取るみたいなことはできないんじゃないかみたいなことを言ってます。なので、まあ、カルト宗教団体みたいなところが、まあ、この男性とトラブルになっていて、で見せしめ的に、まあ、こういう形で殺して、で遺体をこの井の頭公園のゴミ箱に、まあ、わざわざ分かるように捨てたんじゃないだろうかと言っています。で一方警察はですね、どういうふうに捜査をしてたかというと、これもこの司法解剖をした、まあ、法医学の先生によるとなんですが、警察は交通事故であると、実はその22日の夜なのか23日の未明なのかに、まあ、大きなドーンという、まあ、衝撃音が、まあ、聞かれてるんですね。でこれによって、でさらにですね、遺体の横隔膜にちょっと出血があったみたいな跡があったらしくて、警察は、まあ、交通事故でたまたまこの35歳の男性を引いてしまった、まあ、その車の運転手なりが、まあ、これはいかんとなって、この男性の遺体を、まあ、自らの、まあ、どっか施設に運んでですね、そこで遺体を解体して、でそれをビニール袋に20に入れて指紋を切り取って井の頭公園のゴミ箱に捨てたんじゃないかという見立てをしたそうです。はあって感じですけどね、マジ警察それで大丈夫なんと思うんですけど、まあ、警察はそう見立ててたとこの杏林大学の先生はおっしゃってます。でこの先生は絶対カルト教団ですよと、例えばその信者を、まあ、脱退させようとしてその教団とトラブルになったんじゃないかと、まあ、ちなみにこのこれぐらいの都市っていうのは、まあ、オウム真理教とか、まあ、そういったものとかも、まあ、盛んやった時期なので、そういうもんじゃないかというようなことを言ってます。でさらにですね、まあ、もう一つ、まあ、こういう予想をしている、まあ、記事があります。これがですね、デイリーニュースオンラインというところで、書かれている記事なんですけども、猪俣慎二郎さんという、まあ、記者さんが、まあ、この井の頭公園バラバラ殺人事件の、まあ、真相はこれじゃないかというようなことを書いてらっしゃいます。ネットに前編後編みたいなのがあるんで、よかったらご覧になってみてはいかがでしょうか。まあ、それによると、一言で言うとですね、この被害者になった35歳の男性は人違いで殺された。でその犯人はとある外国のスパイ集団であるということなんですね。なかなかちょっとついていかれへん感じがするんですけど、ほんまにこの事件はちょっと耳を疑いたくなることが多くて、ちょっとすごいんですが、まあ、ちょっとどういう推理であるかというところを順を追ってお話していきます。実はこの井の頭公園のご近所には、
この被害者となった35歳の男性に、まあ、そっくりな A さんという方が、いました、まあ、今もいます。で、実際この記事には写真も、あのこの記事じゃないけど別の記事にはその被害者になった男性の写真と、この A さんの写真が載ってますけど、似てます。メガネをかけててですね、まあいわゆる中肉中背、少し垂れ目の感じで、優しげな印象、確かに似てます。まあ、瓜二つじゃないかというように、まあ、言われてます。で、この被害者にそっくりな A さんがあるトラブルを抱えてたそうなんです。で、この A さんのトラブルというのは何かというと、この井の頭公園とかのあたりではですね、いわゆる露店をいっぱいやってるんですね。何でしょう、大阪やったらたこ焼き売ったりとか、まあ、東京やったらフランクフルト売ったりとか、まあ、ああいう露店ですね。そういうのを取り仕切ってたのがこの A さんだそうで、当時外国人の、まあ、ヒッピー風な人たちがこの井の頭公園あたりにはたくさんいたと。で、まあ、ただヒッピーみたいな人で野宿してるぐらいだったらいいんだけど、このヒッピーさんたちが、まあ、露店をいっぱいやるようになったと。まあ、どんなものを売ってたのか分かんないし、ちょっとアクセサリー的なものを作って売ってたりとか、まあ、なんか食べ物も売ったりとかしてたんでしょうか。で、この A さんは露店を仕切ってるような人なんで、勝手によそ者が来て自分らの縄張りで、まあ、露店を出されたら困るということで、まあ、このヒッピーみたいな人たちに、まあ、追い出そうとしたんですね。で、一部、まあ、闇の、まあ、いわゆるヤクザの人の力を借りてこういう人たちを追い出そうとしてたそうなんですが、このヒッピー風の人たちが実はとある国の、まあ、スパイというか情報を活動をしている、まあ、人たちだったそうです。っていう感じなんですけど、ほんまなんていう感じなんですけど、まあそういうことらしいんですね。で、まあこの A さんはですね、このヒッピーたちを、まあ、追い出そうとしたんですけれども、これはまあそのとある国の、まあ、特殊機関で働く、まあ、工作員たちだったので、逆に A さんはですね、まあ、仕返しに遭うというか、まあ、追っかけられるんですね。で、 A さんはこれやばいとなって身を隠します。で、この A さんが頼んだ薬剤さんもやばいと思ってどっか行きます。で、そこに残り続けてたのがこの被害者になった35歳の男性なんです。で、まあ、A さんはこの報道でですね、まあ、バラバラ遺体が井の頭公園で見つかったと聞いて本当にびっくりしたそうです。で、さらにこの被害者が判明して、その被害者の写真を見た時に俺やんと思ったそうです。で、まあ、この容疑者グループというのは、まあ、一説には、まあ、イスラエルの、まあ、活動員、まあ、イスラエルの、特殊情報機関というと、まあ、モサドとかになるんですけど、わかんないですよ、これそういう記事があるっていうだけなんですけど、まあ、実は井の頭公園のすぐ近くにこのイスラエル の大使館かなんかがあるらしくて、まあ、そういう説と、あとはまあ北朝鮮の工作員だったななったんじゃないかっていう説が、まあ、ネットには出てます。まあ、C のほどはわかんないです。で、まあ、そういう人たちに、まあ、殺されてしまった被害者は、まあ、バラバラにされてですね、まあ、見せしめとして、もう今後俺らにちょっかいかけんなよという意味で、井の頭公園の、まあ、ゴミ箱に27つの、まあ、遺体に切り分けられて捨てられてしまったんじゃないかと。で、犯人は、まあ、海外に逃亡していったんじゃないかと、まあ、こういうような見立てが、まあ、されています。いや、もうぶっちゃけね、もうちょっとついていけないんですけど、まあ、そういうことだということです。ちょっと謎がたくさんありますので、もしご興味のある方はですね、デイリーニュースオンラインとか、あとマトメディアという
ところにもこの井の頭公園バラバラ殺人事件の真相というのが書いてありますし、あとは私は犯人を知っている未解決30という、文藝春秋の、まあ、本ですね。これはあの解剖した、杏林大学の、まあ、佐藤さんというお医者さんの、まあ、記事なんかが出ておりますので、ご覧になってみてはいかがでしょうか。今日はですね、1994年東京の井の頭公園で起こった井の頭公園バラバラ殺人事件についてお話をさせていただきました。2009年に、まあ、事故になった未解決事件でありました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。